大丈夫ですか？気分が悪いんですか？ん？あれ、君は？はい、お茶どうぞ。そう、この粟島だよ。海から戻ったら道端でうずくまってる人がいて、急病人かと思って焦ったよ。まあ大事がなくてよかったけどね。弁天神社の石段にチャレンジしたんだね。初めてだときっついでしょあそこ。だからこそトレーニングにうってつけなんだよね。毎日あの石段を上り下りすれば相当体力つくよ。君はちょっと体力ない気もするけどね。どれ、お姉さんに体を見せてみなさい。こらこら暴れるな。お、どうした？あれ、磯臭い？ちゃんと洗ったつもりだったけど。うん、ダイビングに行ってたんだ。